はい、今回はみかんの皮からピールっていうのをね作ってみました。いや、みかんの皮ね捨てがちなんですけども、こうやってね利用できるんですよね。みかんの皮食べれないと思う方ね結構いると思うんですけどね、これね食べれるんですよ。みかんの皮って食べれるんですよね。もう捨てるのがもったいない。なんでかというとね、栄養がめちゃくちゃあるんですよ。いろんな栄養がねたくさんあるんですけども、その中でもねビタミン P っていうのがねたくさん入ってるらしいんですよね。まあそれはですね、まあ、動脈硬化とか、まあ、生活習慣病にいいとされているもんなんです。まあね、そんなことよりね、とりあえずこれ美味しいのかってことですよね。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うまっ。待って、めちゃくちゃうまいでしょこれ。ちょっとね、葉っぱくんね乾燥させすぎたところがあったんですよね。結構乾燥させてパリパリになったんですけども、それがまたいいですね。パリパリ感がまた美味しい。そしてこのねみかんの皮ってね、渋みとかね苦みって結構あるのかなって思うんですけど、一切ない。そういう嫌な味は一切ないですね。みかんの美味しい部分だけが残ってる。めちゃくちゃうまい。 いやこれで体が良くなるんだって。ほんとね、みかんの皮はね捨てない方がいい。というか逆にこっちの方が好きな人絶対いますね。これ知らないだけだと思いますよ。これがこんだけみかんの皮がこんなに美味しいってみんな知らないだけですね。絶対にこれ一回作ってほしい。めっちゃ美味しい。みかんの皮捨てるもんじゃないわ。なんぼ食べてもね嫌な感じしない。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。最高でございました。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。